次に浅野聡君。はい、国民民主党の浅野聡でございます。先ほどに続きましてよろしくお願いいたします。川本総裁にちょっと先ほどの質疑の、少し続きを最初1問だけさせていただきたいと思うんですが、先ほど、本日私の配布資料にですね、若手を期間限定で、登用するというような取り組みが民間で行われている、そういう資料を添付させていただきました。で、先ほど総裁の答弁の中では、やはり若手職員の離職を防ぐためにはですね、その成長を実感できる環境と、あとは仕事のやりがい、そして勤務環境を整える、この3つの要素が大事なんだということでありました。で、私が今日添付させていただいた資料はですね、詳細は後ほど読んでいただければと思うんですが、その2番目のやりがい、仕事のやりがいというものを見出すためには、非常に有用な取り組みではないかなというふうに思っております。これまで、本日の質疑の内容ですとか、人事院の方針というものを考えますと、その期間限定での若手の抜擢というものは、今のところ取り組みとしてはあまりなされてないように思うんですけれども、ぜひこういったこともですね、今後、若手職員のやりがいや成長促進のために、ご検討いただきたいというふうに思っているんですが、それに対して一言、ご所見をいただきたいと思います。川本総裁。はい、具体的な人事については、各省庁がなさっていることでありますけれども、そういうことのご要望があれば、できる範囲で、そうですね、ご要望にを検討させていただきたいというふうに思っています。浅野君。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。では、当初予定していた質問通告に従いまして、質問させていただきたいと思います。ちなみに私は今回の質疑については、2日前の通告、そして昨日提示前の打ち合わせをすでに済ませておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。はい、まずですね、高度な能力や専門性を有する人材に対する給与体系について、お伺いをしたいと思います。ちょっと最近気になる記事を見かけました。10月31日の日経新聞の記事だったんですが、防衛省がですね、サイバーセキュリティを担う人材を、フルタイムで雇用できないので、これは処遇の関係でなんですけれども、時給制で採用したというような内容がありました。やはりこのサイバーセキュリティを担う人材というのは、今後、ますます重要性が高まっていきますし、有用な専門的な人材というものをしっかり国としても採用して、国のサイバーセキュリティの向上に寄与してもらう必要があると思うんですが、これ、給与制度がネックになって、フルタイム採用ができなかったと。そういうような記事を見かけました。ですけれども、総裁がですね、先日ご発言された内容を見ますと、この民間人材の取り込みは極めて重要だと、民間、給与についても民間経験を適切に評価した設定や、高度な専門性や業績に応じた設定を行えるようにしましたというふうにおっしゃっているんですが、総裁が言われていることと、今、こういった現場で起きていること、やや齟齬があるのかなというふうに考えております。この高度な能力、専門性を有する人材に対する給与補給制度について、人事院の現状の取り組み、そして総裁の課題感などがあれば、お伺いをしたいというふうに思います。川本総裁。はい、高度の専門的な知識、経験などを有する人材を採用するための枠組みとして、任期付き職員法によって、職員を任期を定めて採用した上で、特別な補給票を適用することが可能となっています。で、この特別な補給票においては、比較的若手の専門スタッフに対応する水準から、特に高度の専門スタッフ、審議官級で年収で1700万程度ですけれども、に対応する水準まで用意されておりまして、採用されるものの専門的な知識、経験や業務の内容などを踏まえながら、各省において柔軟に運用されています。また極めて高度な
専門性を有する民間人材を採用する場合には、人事院の承認を得て、一般職職員の中では最高額である事務次官の俸給月額を上限、まあ、年収で2300万程度でございますけれども、として特例的な俸給月額に決定することも可能です。なお、本年7月にはデジタル庁に対して特例的な俸給月額に決定する際、一定の要件の下であれば、人事に協議することなく、デジタル庁限りで決定できるように措置をいたしました。さらに人事といたしましては、今後、社会と公務の変化に応じた給与制度のアップデートを図っていくこととしておりまして、その中で中途採用者をはじめとする多様な人材の専門性等に応じた給与の設定についても検討を進めていくこととしています。浅野君。はい。ちょっと1点確認をさせていただきたいんですが、これは参考人でも構いません。今のデジタル庁についてはその人事院に相談なくですね、そういった独自の給与制度も適用できるようにしたというふうにおっしゃいましたけれども、この上限については、いわゆる事務次官級を超えることも可能だという理解でよろしいのか、やはりそこのキャップは有効なままなのか、そのあたりを確認したいと思います。佐々木給与局長。お答えいたします。今ご指摘の点でございますけれども、特別な枠組みでデジタル庁に対しまして、一定の要件の下で人事に協議することなく決定できるような措置を講じておりますけれども、それも法律の定める額としては枠内の話でございますので、上限という意味では先ほど総裁の答弁で申し上げました、事務次官の俸給月額を上限としてというところはかぶった中での運用の話ということでございます。浅野君。はい、ありがとうございました。まあ、やはり依然として事務次官級を上限としているということが分かりました。で、今法の枠の中でというご発言ありましたが、次の質問はその法律について取り上げたいと思います。まあ、そもそもその事務次官を超えることができないということ、そして事務次官の給与水準が、まあ、約2300万程度であるということを、その原因は何かというときに、国会法第35条の中でですね、国会議員の給与を定めているんですが、議員は一般職の国家公務員の最高の給与額より少なくない歳費を受けるというような規定がございます。で歳費法の第1条で、その具体的な金額が定められているわけでありますが、この要するに、国家公務員は国会議員の給料を超えることができないというような法律が国会法35条であります。なぜそのような規定が設けられたのか、歴史的経緯も含めて、これは法制局に伺いたいと思います。衆議院法制局、森恭子調整部長。お答えいたします。先生ご指摘の国会法35条は、昭和21年に公布された日本国憲法49条を受けまして、翌22年に定められたものでございますが、制定時には国会議員としての権威と機能を発揮させるため、一般管理の最高のもの以上の金額を受けることを明記するとの議論があったようでございます。また、識者によりますと、国会議員の地位や待遇が、明治憲法下においては管理に及ばなかったことを改め、最高機関たる国会の構成員に値するように高めるという思想の表れとする見解もございます。いずれにいたしましても、一般職の国家公務員の給与額と国会議員の歳費の額との関係をどのように考えるかにつきましては、先生方の立法政策的なご議論によるべきものと考えております。以上でございます。浅野君。はい、ありがとうございました。いろいろ歴史的背景もあるようでございますが、やはり国会の、機能と権威という言葉がございました。確かに国権の最高機関たるこの国会で職務に従事する国会議員の機能と権威というものは、私も重要視されるべき、されなければいけないというようなことは理解をいたしますけれども、ただ、当時と今とで、その行政が果たさなければいけない機能、そしてそこに必要な人材、
能力というものを考えますと、やはり今、民間ではですね、公務員よりもはるかに高い水準で働いている方々が、国の機能を維持するために、国を守るために、この公務員として従事をいただくためには、やはりそれにふさわしい給与水準というものが必要なんではないかというふうに感じております。この国会法35条の規定そのものというのは、やはり立法府の中で議論するべきものなのかもしれませんけれども、こうしたキャップがはまっていることに対してですね、総裁が今後の公務員の優秀な、そして高度な人材を確保する上で、全く障害になることはないと考えているのかどうか、そのあたりのご認識を伺いたいというふうに思います。川本総裁。はい、現行法上、特定任期付き職員を含む、一般職、職員の俸給月額は、議員歳費を超えられない関係となっていると承知しています。で、一方で、高度な能力や専門性を有する人材の確保は喫緊の課題でございますので、的確な処遇の確保に取り組む必要というのもある中で、私どもはその法の下で、その本年9月に現行給与制度の下における民間人材を採用する際の柔軟な取り扱いを明文化した通知を発出し、併せて運用上の判断目安や運用事例なども示しているということであります。ただですね、こうした給与制度上の取り組みも進めてまいりますけれども、他方で多様な優位の人材を公務に誘致していくにあたってはですね、国家公務員には我が国の行政を担い、国民生活を支えるという民間とは違う、異なるやりがいがあることも積極的に周知していくことも大事だというふうに私は考えております。はい、浅野君。はい、ありがとうございました。時間が来たので終わりますが、引き続き公務員の処遇制度については今後も議論させていただきたいと思います。ありがとうございます。次に塩川